さんはいデコムか,からお届け,け札幌人図鑑皆さんこんにちはこんにちは札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌人図鑑 .tv 私案内人の福津京子ですそして今日のゲストは株式会社さくらコットン代表取締役の菊川あずささんです こんにちは、菊川あずさです。はい。よろしくお願いします。かわいいイラスト入り。よろしくお願いします。いいよろしくお願いします。<laughs> います <laughs> はい、えー。菊川さんは活動をね、今、札幌ともう一箇所、えー、2拠点でお仕事されているそうですね。はい。札幌と愛媛県今治市を行ったり来たりしています。はい。 今治です、はい今治。今治。今治といえばというところも含めてね。今日も3つのキーワードで伺っていきたいと思います。はい、今日はこちらになります。じゃーん。可愛いいと大好きは喜ばれるし売れると思った。布製パンティーライナー。 ガールズヘルスケアをライフワークに。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあまず1つ目なんですけれども、後ほど詳しくその商品の誕生話、秘話も教えていただきますけれども、こういうのを作ってんですよね。 これ、こういうものでございます。はい、見たことあるね。女性の皆さんは、あれ、もしかしてと思われる <laughs> すごいもう、ふわふわなの。<laughs> ねえ、ほうりしたくなるぐらい、いいいいふわふわのものなんですけれども、これが今大変話題の。 まあ、二つ目のキーワードになってますけれども、布製パンティラーナっていうことですね。えこちらを作った吉川さんって、もともと、じゃあどういうことをされてた人なの、はい、っていうあたりを、一つ目のキーワードで伺っていきたいと思います。吉川さんは札幌出身なんですってね。そうですね。学校卒業して、うん、えっと、その後、 あの文具メーカー、デザイン文具メーカーで働いたことがあるんですけど、はい、札幌でですよね。札幌ーーで,札幌ではい。うんうん、あの東京が本社ですごく昔から好きで子供の時からもう馴染みのあった文具メーカーだったんですけど、んなんか好きなものを売るってきっと楽しいだろうなと思って、うもうなんか好きなものを売れるとこないかなと思ったらたまたまそのデザイン文具の メーカーのラウンダーっていう仕事に就くことができて、はい、ラウンダーどんなお仕事ですか？はい、あのお店回りをするんですけど、文具、沖縄文具の会社多分あの札幌に結構あると思うんですけど、そこをぐるぐる回って、はい、商品をどうやって売っていくかとか。うん、あの中にど,こどの商品が合うかとか。はい、あと<ー>ディスプレイをしたりとかするんですね。それが面白くてはい。コーディネーターみたいな。 現場スタイリストみたいな、ね、商品がよりよく見えるように<っ>魅力的に見えるように飾り替えたり演出したりみたいなあって面白かったです <laughs> なんか上手ではなかったけど<ー>なんかすごいそれを動かすことによってお客さんの目が違ったりとか欲しいものが変わってきたりするんだなって思いながら、はい、いつも棚替えしてましたね昔から私手紙結構書くんですけどうもう大好きな商品が出てカラー筆ペン、はい、今は結構あるんですけど ちょっとなんか珍しくて6色のカラー筆ペンで便箋ンンとかも扱ってるところだったので、はい、こう字をお手紙書いてこうポップにしておくと、うん、なんかすごい素敵ななんだろうってレターセットとちゃんとその筆ペンがセットでどん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 売れていくのを見て。<laughs> えー、めっちゃうれしくって私も大好きな商品だったので。えー、はい。もうなんかドキドキしましたね、うん。うん。筆ペンといえばね、黒い墨のものしかなかったのに、うんはい、確かに私もあのカラー筆ペン出たとき覚えてます。衝撃的でしたよね。うんうん 絵を描く人もいたりしてそうなんですよ、うん、もう奥深いと思ってもう大好きでなんか社長とか会長とかにもなんかよくやったなみたいな、うん、で東京呼んでもらったりとかして、うん、すごいそれはもう大きな自信になって <laughs> もう今でも覚えてますその大好きな文具を売る大好きなお仕事だったのにやめなきゃいけない事態になっちゃうんですよねそうななんんですなんか 私11歳ぐらいからもう子宮内膜症と生理痛がもうとってもひどくてうそ,それが原因でなかなか大変だったんですけどうん、うん、また一生懸命やりすぎてしまったので多分それ,それでなんかだんだん体調も悪くなってきて、うん、結局やめなければいけなくなってもうとてても悔しくって自分としてもすごいやりがいを感じて成功体験を重ねていったのに体調悪かった。はいはい、悔しかったです うんはい。うんあれですよね。この辺ちょっと、その婦人科系で体調悪くて。はい、あのー、なかなか仕事に支障が出るっていう、この辛さ。男性にはなかなかわかりづらいと思うんですけど、はい、本当辛いもんですよね。ううん、そうですね。あ、うん、未食らしくなればなるほど。うん、なんか自律神経の方もやられちゃって、ちょっと。あの両方が子宮も悪いし、そっちもあるし。 めまいはしてくるし、みたいな感じで、かなりひどかったですね。今思うと。そういうふうに、こう自分の体調が悪くて、大好きな仕事を辞めてしまったということが、まあ、倦怠感としてあるそうなんですけれども。そこから、じゃあ、ちょっと二つ目のキーワードにいきたいと思います。二、はい、つ目、こちらになります。じゃーん。ゃーん布製パンティーライナー。はい、ということで。はい、最初に、これ見たときに、やっぱりおなじみの形状ですから、はい、私、その、はい、生理ナプキン、布製のね、はいはい、かなという。う うう思ったんですけれども、はい、これはまあ使用的にはそ,そっちではないんですよね。そもそもこの誕生秘話はどういったことだ。はい。あのですね、私名古屋によく行くんですけど、うん、あのその前はちょっと地味な布ナッピキン買ったことあって、うん、あのちょっと使えなかったんですよね。なんかなんかちょっとなんか気乗りしなくて、そしたら名古屋に行った時すごいかわいなんか羊とかピンクの、うん 布のナプキンがたくさん売ってたんでお土産にしようと思って20枚ぐらい買ったんですよ、はい、お友達の作ったものを、うんうん、それを持って舞、はい、鶴から小樽まで北海道に帰る最中に生理になってしまって<ー>それを使ったら初めてなんか痛みのない生理をぼ、はい、ーっとはするんですよあれなんか痛くないと思って。えーはい 初めて布ナプキンを使った時に痛くないっていうのに気づいた、はい、そうなんですよなんで痛くないのかなと思っていろいろ調べてたらあ温めていかなきゃいけないんだなとあ<ー>布が温かいじゃないですかはいで多分あったまったので痛くなかったのかなと思って、うんうん、なんか、まあ、それで最初今治タオルとその名古屋で作ってた子にちょっと直してもらって、はい、今治タオルのこう四角い 布ナプキンを作ったんですけど、はいまあ、なかなかそれはみんな自転車に乗ったらこうお尻が痛いしみたいな全然<ー>ちょっと無理,無,理無理だねって言って、えー、あとはちょっと洗うのがやっぱこっち暑いんでちょっとすぐに酔ってしまったりとか気になるっていう人もいてこれはちょっと製品化難しいけど、うん、じゃあせっかく、うん 作るんだったらその形状になった時にみんなで何もない日につけようっていうふうにしたらああなるほど普段ね何でもない時に使いましょうともったいないからその形だったんでじゃあ使おうって言ったらあれトイレの回数減ったって言われてあ夜起きなくなったあと生理痛楽になったあとんか赤ちゃんできとかいっぱいいろいろあと腎の薬塗ったあと楽とかあいろいろインタビューしてたらいろいろ出てきて あれ、私思ったところじゃないけど、やっぱり、毛トのパンツとショーツライナーを兼ねてる感じで、温めると、うん、まあ、パンツ2枚履いたり、中にタオル入れたら入れたとこちょっとイメージしたら分かると思うんですけど、はいうん、温めると、その人のちょっと弱いところが、なんか改善されたので、うん、な多様で、うん、この商品がすごいというよりも、温めるっていうところに意味があ。 あるんだな,なるほど。あと、こんな一枚で全然違うもんですか。そうなんで、それがパッ、うん、と見、普通に見えるんですけど。ショーツにすると、十枚ぐらいの厚さになると思うんですよ。はい、まあまあまあ、そうですね。確かに。そうなんです今治タオル、寝る、はい、っていう、ちょっと厚めのタオル、うん、タオルが生地が入って。はい みんなの喜ぶためにデザイン生地をつけて3枚なんですけどパンツにすると10枚くらいだと思いますうん、うん、だけどそんなにつけると邪魔じゃないっていうそうですねそうですねそんな重なる感じではないですね。はい、そうですね、うん、なのでみんなにお風呂上がりからつけると、はい、あのそれが温まるわけじゃないので体が温かいとふたする感じなんでそれでトイレの回数が減るってお客さんが言ってらっしゃるみたいで。 いろいろ試行錯誤する中で自分が本当にしんどい思いをしていた吉川さんだからいろいろ調べてリサーチする中で今行き着いたこれということなんですけどこれもここに行き着くまでにものすごいたくさんの方にお話を今治の人がこれちょっとやっぱりこのホックはちょっと熱いんじゃないかとかちょっと値段は高いんじゃないかとかあ,のあと今治だけじゃなく今度都会に出そうとするので東京とか札幌とか名古屋とか、はい。 そうですねいろんなところで商品を見てもらって使ってもらって今体調どうかみんなに聞いてっていうのを1000人ぐらいしました、はい、あそうね直接聞けたってことですね、はい、声をね聞きましたもうそれじゃないと多分、はい、なんか私が作りたいように作ってもんみんなが使いたい商品にならないんだなと思って。うんうんうん でその中でもう10年中今12年目ぐらいなんですけどその中で一番あってお客さんの声聞いてて本当良かったなと思ったのが、はい、なんか尿漏れがすごいなんかあるあるっていうかすごくあるじゃない1年に何回かしかないのに尿漏れパッドを使っている人がいてうん、うん、もったいないのとなるほど痛いちょっと痛いすれて痛いから、まあ、まあそうです、ね、はい防、はい、水を入れてくれないかって言われてはい、店頭で販売しててもそうって言われてすごいたくさんの人に言われたんであ これは本当に必要なんだなと思って、ボス表入れたら、すごく、あの、ないんだけどやっぱり付けた方が安心だっていうのと、あ,はい、あとちょっと整理伝語も心配だからで使ってる人がいたりとか、本当にこれは作ってよかったなと思ってます。 なるほど、はいえー、お客様の声を聞いてそういう、まあ、新商品というかアレンジ商品も、ねうん、できてきたと、はい、でもあれですね私聞いてて今よかいいなと思ったのがなんかアンケート用紙ばっと配ってねそれをばっと集めて、はい、あの1000人分のアンケートっていうんじゃなくて本当に声を集めてったってことは、はい、あのそれ口コミ1000人分ってことですよね。そ、はい、そうですすね口コミななんだこれすごいいと思いました多分その1000人の人方は あの、まだ使ってくれてる人、まだたくさんいると思うんですよね。はい。なんか、うん、ただアンケートというよりも、すごい、なんか愛、愛を感じる、協力だったなって、今も思いますね。 素敵ですねそしてまた本当にね吉川さんのこだわりのもう可愛いね可愛い大好きっていうの気持ちが伝わってくる最初にほら吉川さん布なく、うん、興味あったけど買わないかったけど可愛いの見て買ったって言いましたよね、うん、やっぱり可愛くなかったらなんとなくいうのいいのかなと思いながらなもなかなか手伸びないもんですもんね。うん、<laughs> そうなんです可愛いと次の日使う原動力になる確かに そして私娘が中学生だったんですけどやっぱりどうしてもこういう可愛いのだと使ってくれるかなと思ってうさぎにしたりリボンにしたりんかこの人のために作っていくことで他の人もお友達が生理痛がひどくってあの子そういえばアニマル柄好きだったから猫が好きだからってプレゼントしてくれたりとかあとたまに男の子が女の子にプレゼントしてくれたりとか。 そうですかあるで生理痛とかで苦しんでる彼女とか、あ,<ー>あと彼女が欲しいかどうか迷ってて、<ー>これ、愛媛県の北海道、愛媛県の道,道後温泉のと,とかで女の子が迷ってたら、男の子が戻ってきて買ってくれるとか、もうそんな話、すごい聞きます、もう嬉しくて。えー ドラマがありますね。よく聞けばそう, <laughs> <laughs> そうか。確かにこういうのはあの中高生とかね。女の子うん、うん、まあ、若い女の子にね。あのちょっと試してほしいなと思いました。はい、そのあたり、じゃあ3つ目のキーワードで伺ってまいります。はい、3つ目こちらになります。じゃん、ゃーんガールズヘルスケアをライフワークには,ーいはいということで、ちょっと出てきました。けれども、はい、やっぱり中高生。はい、えー ご自身がだからそれぐらいの頃から辛かった振り返ってそうなんです大変でしたカムもでっかいの2つしても漏れるしもう授業中全然集中できないし学校もどのぐらい休めるか計算して成立の時は休むのを組み込んで休むみたいな。ななるほどでもんか 正直元気だと、今はもう十何年やってて、私もだいぶ元気になったんで、うん、あの、普通に仕事ができるんですよ。昼寝もしなくてい、はい、い,いし、痛くないから、あはい。元気なんですよね。元気な時に勉強でも仕事でも集中できるようにしていくのはすごい大事だなと思って、そして、昔から結構、あの、学校に、こっちだと歳美高校、愛媛県の歳美高校とか、はいあの。あの、児童、 なななんんんとととかとか分かいいけどいろろここににに配配りり行行くくですよねねれを結構配ってたんですけど、うん、これ1枚2枚持っててもあんまりあれだなと思って紙ナプキンのオーガニックも配ったりとかしたんですけど、はい、あなるほど、はい、あこれは今、うん、生理の貧困って言って紙ナプキンたくさん配られてるじゃないですか全国であ、はいはい。でも私は生理痛のことを考えたら、うん、あ生理痛の相談乗りながらオーガニックの紙ナプキンを配っていこうと。 はい、なんかそれによってちょっと自分の体調とか、うん、どうやったら冷え対策になるかとか相談乗りながらなんでオーガニックかっていうことも含めてあの、うん、子どもたちに伝えていけたらなと思ってその活動を11月から始めて。うん エルプラザさんと男女共同参画センターですね。はい、札幌はでこちらは愛媛はまた今治のはいあのショップとかオーガニックショップとかに協力してもらいながらうん、うん、子どもたちに配布を始めようと思ってます。うんはい。いやあの木川さんも札幌ご出身っていうことだからわ、はい、かると思うんですけど、はい、札幌は雪国で冬とっても寒いのに冬ね、はい、あの地下街で生足の女の子、はい いますよね、中高生。はい。私。心配で心配。タイツ履いてほしいって。そう。思いますね。そう。私も思ってるんですけど、私もそうだったなって思いながら。そう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 。私、がっちり履いてたけどなタイツ。なんか可愛くないタイツ飽きたくないと思ってたけど。そう多分。親に言われたら、聞かないんですよね。だから。はい。私みたいに、他人が。いうことで。あと。 ちょっと高校生とか、あのー、うん、いろんな子に、若い子にも手伝ってもらおうと思ってるんですけど、うんうん、あのー、ちょっとその、いつもは無理なのかもしれないけど、やっぱり痛いっていうことが多分辛いはずなんで、うん、外の人に言われたら、はい、本当につらかったら変わるかもしれないなとか、あ思いながら、私たちができることって何かなと思ったら、うん、やっぱり私、 11歳ぐらいからずっと生理が辛くてお金もかけたしずっと寝てたしうん、うん、もう病気です、うん、たくさん時間も使ったんですけど、はい、でもちょっと工夫することで元気になったりとか、うん、ね普通に生活できるってことをちょっとやっぱり伝えていかなきゃいけないそれが私の大きな役割でこのうん、うん、せっかく治ったっていうこととこの商品が作れたってことはすごい私にとっても価値で人に伝えていくことで、はい、私も。 元気にななるるのでこ、うん、これはもうう続けてていこうと思ってます、うん、なるほど、はい、体を温めることでこういうふうに健康になれるんだよっていうことを、はい、確かに親が体操をなさいって言ったら履かなかった女の子なんです、はい、他人からいや体がこうなんだよっていうふうに教えてもらったらうん、うん、あそれで少しでも楽になるんならっていうことでまた他のお悩みも出てくるかもしれないし。 親や先生以外の女の人、はい、先輩の女性に、うん、あの、そういう相談ができるっていうのは、はい、いい時間ですよね。 そうですね。はい、もう若い子にも手伝ってもらいながらやっていこうと思ってます。うん、NPO から立ち上げて、はい、今の会社にされた吉川さんなんですけれども、やっぱりその仕事をもっとしたいけれども、えー、子育て中だったり介護親の介護をしてたりして働けないっていう人たちに雇用を生んであげるっていうことも今回とてもあの頑張ったというふうに伺いました。はい、自分もあの母子家庭で子供育ててたので、うんうん、いや子供置いて やっぱり夜子供を置いてパチンコ屋ママ友とかが、うん、いやそ危ないし扱ってあげれないしどうしようと思ってたんですけどいつか彼女たちと仕事できたらなと思って、はい、あのそうですね一時的にあの来てもらったりとか今も北海道の人と愛媛の人が補正をしてくれてるんですけど北海道の人今何人だろう苫小牧とか札幌とか。はい 石カリもいたりとかして、うん、はい、あのそうやって少しずつでもあの仕事をみんなとできたらなと思いながらやってます。うん、はい。なるほど。はい。えっとそういうふうにね雇用も生んであげてっていうところで素晴らしいなっていうふうに思いました。あのお問い合わせはどうするといいですか。どうやって検索するといいでしょう。桜コットンで検索していただくと、あの、はい、メインのあの。 ショップが出ますんで聞きたいこととかの成立相談とかもしありましたらお問い合わせから聞く側にあにメールしていただきましたら私返信いたしますので遠慮なくご相談だけでもいただけたら嬉しいです。あとガールズヘルスケアのお話をうちの学校でしてとかね女子高の先生とかねもしお声かけいただけたら嬉しいですはいもうぜひどこにでも行きますのでお声かけくださいはい。 ぜひ問い合わせください。はい、ということで、今日のゲストは株式会社桜コットン代表取締役の菊川あずささんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。さようなら。